写真拡大。クライマックスシリーズ CS 進出へ向かって戦っている4位の阪神、3位の広島とは 2.5 ゲーム差。9月7日終了時と必死にその背中を追うチームに勢いをもたらしているのは、トップバッターを任されているドラフト3位木浪聖也内野手に遊撃のスタメンにも返り咲き、飛ぶ鳥を落とす勢いだ。さらに8月18日の巨人戦、東京ドームから13試合連続安打をマーク。9月6日の広島戦、松田で惜しくも無安打に終わったが、1番2番で木梨かコンビを組むドラフト1位近本が今年5月に樹立したばかりの球団新人の連続試合安打記録に並ぶ活躍を見せている。あだい、社会人のホンダを経て即戦力でのプロ入り。ただアマチュア時代とは異なり、年間143試合も戦うのがプロの世界だ。新人にとってもちろん初めての経験、特に阪神は夏の長期ロードもあり疲れも溜まってくる時期のはず。その夏場以降に調子を上げてきたのがこの木浪だ。そこで疲れを取るためにやっているリラックス方法を聞いてみた。やっぱり寝ることですね。笑顔で元気よく返答が返ってきた。もちろんあんまり寝すぎると良くないので体を動かしたりもしますけどと前置きしたが、オフの日は昼寝などでこまめに睡眠をとり、8時間ほどたっぷり寝る。遠征先のホテルでもきっちり休んで心身ともにリラックス。これが好調の要因になっている。後ろが近本だからというわけではないですけど、2人で盛り上げていけたらと話す木浪。勢いに乗るジャクトラーが逆転 CS へトラを連れて行ってくれることを信じている。菊池隆太郎。